どうもラモーンと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回もリクエストをいただいている新人選手たちを作っていきたいと思います。今回作成するのは千葉ロッテの選手を作っていこうと思います。ロッテのドラフト1位で指名された佐々木くんはもう、単体で作成してますので、佐々木くんを省いた選手たちになります。ロッテは、ドラフト5位までしか指名をしていないので、佐々木くんを除いたら4名ですね。4名を作っていきたいと思います。ということで早速いってみましょう。よろしくお願いいたします。はい、ということで千葉ロッテの新人選手4名作成が終わりました。まあ、4人しかいなかったんで、まあ、結構サクッというか短い動画になってます。まあ、どうしても新人選手だとね、あんまり変わり映えがないというか、スカウトの評価とかもね、結構やっぱ似てるもんが多いんで、大概似たようなもんにはなってしまってますね。まあ、これは仕方ないかなと、ある程度は。で、まあ、次も新人選手を作っていきたいと思います。まあ、次もやっぱりパリーグを、セリーグ2球団作って、今パリーグ1球団なんで、パリーグを作りたいと思います。まあ、ソフトバンクあたりを作ろうかなと今は思ってます。で、作った選手はツイッターの方で画像データ公開してるんで、もしよかったら使ってみてください。で、もしよければ高評価チャンネル登録いただけると幸いです。ということで次回また動画を投稿しますので、その時はよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。さよなら。